はい、コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、目の前にあります魂ネーションボックスっていうね、聞き慣れないものなんですけれども、私も初めて買いました。はい、でこちらの魂ネーションボックス一体何なのかっていうのはね、こちらを見ればわかります。せーの、はい、ウルトラマンです。ディフォルメ化されたウルトラマンですね。今ちょっと裏返す時にめちゃくちゃ重かったですねこれね、相当重いんですよ、このボックス。まあ一応ね、こう種類があるんですけれども、一体一体が多分重いんだろうね。しかも相当精巧に作られてそうなんだよね。でこれね、全8種で、でシークレット入りなんですよ。なのでノーマルコンプのボックスか、シークレット込みのノーマルの一体どれかが足んないボックスかっていう風に分かれるんですよね。まあ、自分的にはシークレット欲しいんで、シークレットボックスであってほしいシークレットが何なのか分からないんですけれどもね、とりあえずね、これを今回開封していきたいと思います。でこのね、裏のラインナップを見るとね、左からウルトラマン、ウルトラマン太郎、ウルトラマンティガーマルチタイプ、ウルトラマンメビウス、ウルトラマンゼロ、ウルトラマンタイガ、ウルトラマントリガーマルチタイプ、ウルトラマン Z アルファエッジでシークレットなんですよね。まあここら辺のウルトラマン全然知らないですね。昭和ウルトラマンしか知らないんで、もうウルトラマンとウルトラマン太郎がめっちゃ欲しいですね。はい、といった感じでね、では実際ね、ボックスどんな感じで入ってるのか見ていきましょう。はい、早速ね、蓋開けましたが、こんな感じで入ってます。一応ね、アソート動画もね、確認のために、まあ順番通りね、こう開けていきたいと思います。とりあえず一番左の、あ、でか、箱でか箱でかいですね。しかもここにね、半径のホログラムも入ってて、めちゃくちゃね、高価なフィギュアって感じ。一応箱のね、材質もマットな感じで、質感もね、手触りが結構ザラザラしてて、高級そうなボックス。はい、じゃあ一応ね、この左手前から 1,2 で 3,4,5,6,7,8 とね、開封していきたいと思います。はい、では早速ね、ワンボックス目。はい、いきます。どんな感じで入ってるのか、せーの、あ、ウルトラマンですね。うわ、でっか、でっか、思ったよりでけえ。これはやっぱ高いわ、これ。うわ、エフェクトもでかで、台紙ですね。台紙っていうか、まあ保護台紙で、ポロッと出たんですけれども、なんかこうね、カードタイプのものも入ってました。はい、一緒に飾れる感じで。はい、一番左手前はウルトラマンでしたね。はい、一応全部ね、組み立ててご紹介しますんで、とりあえず開封だけね、先やっちゃいましょう。はい、続いて左の奥ですね。はい、これ重いな、なんか重いな。はい、では早速2つ目。もしかしたら順番通り入ってる可能性もあるよね。うん、これウルトラマン太郎だったらその可能性が大きくなる。いきます、せーの、これはあれだな、エフェクト本体がこちら、ウルトラマン太郎だ。やっぱちょっと順番通り入ってる可能性があるね。さっきボックス見た時、ちょっと箱に入ってたかもしれないけど、なんかこういうチラシも入ってましたね。 SH フィギュアーズのチラシが入ってました。やっぱウルトラマン太郎でした。
ではね、次その隣の手前、はい、では行きます。せーの、エフェクト、ドン。これはやっぱりあれか、ウルトラマンっていうマルチタイプなのかな。うん、ぽいね。ほんとね、他のウルトラマンはわからないんでね、見ただけじゃ。やっぱこれ順番通りっぽいね。うん、そうだね、ウルトラマンティガマルチタイプでした。ではその奥ね、はい、そう考えると多分これはね、ウルトラマンメビウスだと思う。いきます、せーの、ボーン。バランバラに落ちたけど、うん、そうだね、ウルトラマンメビウス、でかてえでか。はいはい、ではそのまた隣の手前ですね。はいはい、一応ね、予想ではウルトラマンゼロですね。次はいきます、せーの、あ、これまだ見ただけじゃわからないですね。ウルトラマンゼロですね。はいはい、ではその奥ですね。はいはい、いきます、せーのっていう、一応ね確認しとこう。次はウルトラマンタイガーですね。はい、せーのですね。はいはい、では一番右の手前ですね。はい、普通に順当に行くとウルトラマン Z アルファエッジっていうのが出る。はい、いきます、せーの、うんですね。はいはい、アルファエッジ。はい、で右、一番右の後ろ最後ですね。これがウルトラマントリガーマルチタイプかシークレットっていうことなのかな。うん、どっちかは入ってるってことか。はい、では行きます、せーの、うん、ぽいね、うん、シークレットってなんだろうな。はい、ウルトラマントリガーマルチタイプという感じなんでね。では実際全部組み立てて一体ずつね見ていきましょう。はい、早速ね全部組み立て終わりました。ではね、ウルトラマンから見ていきましょうか。はい、こちらめっちゃんこよくないですか。これでけえし重いし、クオリティがめっちゃ高い。何このシリーズ、魂ネーションボックスってすげえな。これもうね、目はねクリアパーツですね、うん、でディフォルメ特有のねこの遠近法でね、このねグーパンがねすんごい大きくなってるんですよね。こうね、別の角度から見たらね、手だけがめちゃくちゃでかくなってるっていうね。だからこうやって見るのが普通なんですけれどもね。だから飾る時もねこんな感じで飾れるんで、うん、めっちゃいいね。うわぁ、すっご、細部までよくできてるよこれ。エフェクトで全てクリアパーツですね、うん、いや、すっごいなこれ。はい、ウルトラマン。はい、続いてウルトラマン太郎ですね。こちらバーン。いや、ウルトラマン太郎もすっごいこれ、うん、ウルトラマン太郎の目はね黄色のクリアパーツですね。いや、すっげー。手はパーです。
いや、ほんと細部までよく作り込まれてるな。うわ、すげえ。はい。で、続きましてがウルトラマンティガですね。マルチタイプ、こちら。はい。いや、いいですね。もうウルトラマンに近い造形なんでね。はい、はい、続いてウルトラマンメビウス、こちら。いや、これもまたいいね。いやー、すっげえ、まあ、自分の知らないウルトラマンですけれどもね、なんかこういう風に見るとかっこいいね、どのウルトラマンも。で、手首になんかこういうブレスレットみたいなのついてるね。かっこいい。はい。で、続いてがウルトラマンゼロですね。こちら。はい。ウルトラマンゼロはね、一応平成ウルトラマンの中では一番好きかもしれないです。見たことないですけどね。いや、このね、造形っていうかね、このアイスラッカー2つついてるのがかっこいいよね。まあ自分知らないんで見てないんですけれども、一応ウルトラセブンの息子だっていうのは聞いたことあるんですよね。だからアイスラッカーが2つついてるんですよね。かっこいいよな、ウルトラマンゼロ。ここの胸とかね、ほんとセブンに近いですもんね。いや、ウルトラマンゼロかっこいいわ。この独特のね、手の形。はい。で、続いてウルトラマンタイガですね、こちら。ウルトラマンタイガもかっこいいよね。まあ、これもまあ自分聞いた話なんですけれども、ウルトラマンタイガはウルトラマンタロウの息子なんですよね。違ってたらごめんなさいね。ウルトラマンタイガはタロウの息子、似てるもんね。いや、これはかっこいいなぁ。タイガもかっこいい。で、ここ手になんかついてますね。こういうのも再現ちゃんとされてます。いや、かっこいいなぁ、タイガ。はい。で、続いてがウルトラマントリガーマルチタイプ、こちら。こちらに関してはね、ちょっと自分の個体差なんですけれどもね、台座がはまんないですね。台座がはまんねえ。自立しねえ。まあ、ほんと近代的なウルトラマンって感じだよね。で、最後がウルトラマン Z アルファエッジ、こちら。これまたほんと近代的なウルトラマンだけどかっこいいね。あれ、アイスラッカーみたいなのが3つついてるね。 Z、 すんげえ、と近代的造形が。すっごいな。はい。で、一応ですね、私組み立ててる最中に調べたんですが、シークレットはね、ウルトラマンのグリッターティガってやつですね。
なんかこれ見た感じ金色なんですね。金色一色。まあ私の知らないウルトラマンだったんですけれども、でもね、逆になんかこの中でシークレットのね金色のウルトラマンが入ったら逆に変に目立っちゃうよね。だったらノーマルでコンプした方が飾り映えはするかなって思いますね。まあそこら辺は好みでしょうけれども、はい、まあね、平成ウルトラマンを知らない私にとってはね、このカラーバージョンの8体これがね一番いい飾り映えすると思います。ということでね、最後はね1体ずつね、とりあえず回転台座に乗せてね見たいと思います。で最後に、まあ、全員集合では回せないな、多分ね大きいんですよ、ほんと1体1体がね。なので収まりきれないんで全体では割愛させていただきます。では今日のね開封は以上になります。この機会にぜひチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。